スマホで音を楽しむなら楽にこだわるといい話。 iPhone で音楽を聴こうと思うとこんな感じのヘッドホンジャックアダプターが必要です。これ実は単純な変換コネクタじゃなくて DAC なんですね。デジタルとアナログコンバータ、デジタル音声信号をアナログ音声に変換する機械なんです。実はここが結構ポイント。この DAC にこだわると音が良くなります。例えば出力が増していろんなイヤホンヘッドホンの音をエネルギッシュに聞くことができたり、音の細かさ奥行きなどを感じやすくなったりします。出力も様々で標準的な 3.5 と有効の 4.4 バランス出力も最近は増えてきました。有線イヤホン派のお客様にはぜひチェックしていただきたい製品。コンパクトなダックでスマホの音質を手軽に向上させましょう。ちなみにこのダックは個人的に今超おすすめのダック。出力は 3.5 と 4.4 の 2K とデスクトップモードを搭載し、クラス最高峰の 550mW の高出力を実現。本体にはボリュームボタンを搭載し、長押し選択でトラックの選曲が可能。付属のケーブルが豊富で、ケーブルは着脱式なので様々な機器との接続も可能。音質の変化は全体域を底上げし、音全体のパワーが増すイメージ。このコンパクトさ、高性能の FIIO KA13、 スマホや PC で手軽に音質をアップグレードさせたい方はぜひお試しください。